ある世界史前に京都でお寺巡りをしました。三禅寺着きました。これが南禅寺の見どころですね。三門、これ確かね上登れるんですよね。門なのにね、私の家より大きいですね。当たり前ですけどね。すごい綺麗。だいぶ紅葉も終わりかけたな。携帯のカメラの残念なのはね、紅葉がねあんまり綺麗に撮れないんですよね。去年めっちゃ紅葉回って色々撮ったんだけど、なかなか綺麗に撮れなかったので、ちょっと今年は諦めてます。天気今日ね、暖かいです。もうダウン着なかったもん。とはいえね、ヒートテックの彫刻ダウンの上にカシミヤ着て、自分で作ったジャケット、ツイードを着てるんですけど、なんかね、スポットですね。これは、なんだっけ、水が流れてたんだよ、確か。真ん中に、ね、丸く穴が開いてるので、みんなそこで写真撮ってますね。すごい。水路か。水が流れてるって、すごい。みたいな表現しました。水路だったやつですね。こんな感じ、お互いにみんな取り合ってるみたいになってます。南禅寺を出てすぐには水路があったりとか、急線路があって、それは中に入って写真が撮れたりもしますので、映えスポットです。次は、長岡天満宮というところに行ってきました。長女が今年ですね、音大の受験をしますので合格祈願に行ってきました。紅葉もとっても綺麗なので、中をいろいろと歩いています。御朱印を今回ちょっとたくさん欲しかったので、御朱印を書いてもらえる時間までの間にちょっといろんなところを散策をしたりもしてきました。ここは地元のおじいちゃんたちがお散歩ついでに集って、こう寒い中なんですけど、皆さんが紅葉を見ながらくちゃべってみたいなことをしてるところもすごいいいなと思いました。みんな撫でられた牛さんはですね、私の方は、自分用ではなくて娘用に喉をしっかりと撫で撫でとしてきました。念願の御朱印はですね、その場で書いていただいたのと、もみじの柄のものに印字がしてあるものの2種類を購入しました。こちらはですね、一閑張りを最近やってるんですけども、その中にちょっと入れ込みたいなっていうのがあって、今回は御朱印をいろんなところでちょっと多めにもらうようにしています。本殿のすぐ横にですね、紅葉庭園というところがありました。とってもいろんなもみじがあって、こう池の周りにいっぱいもみじが落ちてたりとかもあって、すごい趣ある感じですよね。歩いてる時にこの砂利がジャリジャリと音が鳴るのも、私はすごく趣があっていいなと思います。動画はここまでなので、次からは写真でご案内します。まず光明寺、こちらも紅葉がとっても綺麗ということで、行ってまいりました。本殿までの参道で紅葉がバーッと生えてて、とっても綺麗です。レーザーカットの御朱印が最近結構増えてると思うんですけど、それも紅葉でできてて、とっても綺麗でした。今回はですね、たくさんいただいて朝から5枚書いていただきました。次、平安神宮です。宮古名所のすぐお隣にありました。こちらでも一応御朱印ももらいました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また日本の素敵なところもご紹介していきたいと思います。